唐島町停留場は、熊本県熊本市中央区新市街7から1、地先にある熊本市電の電停。かつては、熊本市産業文化会館の最寄りであることから、三分会館前の副名称があった。A 系統と B 系統の乗り換え駅となっている。停留所番号は8、相対式ホーム2面2線を有する。花畑町側、三菱 UFJ 銀行熊本市店前と、 唐島公園南側に折り返し設備がある。横断歩道を渡ってアクセスする。車椅子に対応。過去現在の位置からロータリーで分岐して、南熊本方面にも2面2線の乗降場が存在し、主に春岳線や川尻線の発着駅に使われていた。唐島町停留場では、A 系統と B 系統の電車を乗り換えることができる。 いずれの場合も20分を過ぎた乗り換えは無効となる。2015年度の乗車人員数は2556人である。熊本市交通局の伝定の中で5番目に利用者が多い。1日平均の乗降人員は以下の通り。通り長筋停留場と並ぶ熊本市のショッピングゾーンの拠点でバスセンターである熊本桜町バスターミナルはこの駅が最寄り。 また、駅東側には、道幅の広いサンロード新市街アーケードがあり、熊本県最大の繁華街、下通商店街やファッションストリートとして有名なシャワー通りと結ばれている。駅の歴史駅名の由来ただし、複数人での乗り換え、大人用カードでの小に運賃、割引運賃の支払いには対応していないため、これらの場合にも乗り換え券が発行される。ありがとうございます。